ねえ転校生くん、新参者同士ここは手を取り合って協力しない？お前さ、ユキノッチと協力するってずるくねえか？新参者かもしれねえけど、物書きとしてはプロっちゃプロだからな。やだ、プロだなんて。もう、ケンスケくんたら正直。ユキノさん、アサギ先輩ごときに褒められて喜ぶのはおやめになられた方がよろしいかと。先輩ごときってなんだ、ごときって。敬ってんのかけなしてんのかどっちだ。おかしいですね。アサギ先輩ごときとはっきり申し上げておりますので、後者以外の意味合いは含んでおりませんが。後者ってどっちだっけ。まあ、いや、合宿での研究課題俺はもう決定したぞ。ほう、言ってみろ、聞いてやる。マイミー、その手には乗らない。は？コンタンが見え見えなんだよ。俺の素敵な研究テーマを聞いてパークローだなんて、そいつは虫が良すぎるって話だぜ。神様、このバカを殴るのにちょうどいい武器を私にください。私ハサミなら持ってます。それ死んじゃいますわね。それで君は何を調べるの？君なら面白いレポートが書けるよ。この街を客観的に見るの、それが部外者である君の、そして私の特権なんちゃって。私も勇気を出してわからないところはみんなに聞かないと。あのミュウさん、ちょっとお聞きしてもよろしいでござるか？なんで部宿長。さ、私も始めちゃおう。そうですね。あら、マイミ姉さん少し火に焼かれました？ジグロ、失礼いたしました。ここのジャパニーズマフィア的な上下関係もなかなか興味深い。人を極道扱いするんじゃねえ。100年前っていうと大正時代ってことよね。大日本帝国という名のもとに戦争の火種が。米の価格が高騰し、治安の悪化につながる生活不安を生み出し、わっ、え、あ、ごめんごめん、もしかして私のことずっと呼んでた？もう、私の悪い癖なんだよね。一つのことしかできないから周りの声が聞こえなくなっちゃって。ああ、私もまだ決めてないんだけど、とりあえず図書館からいろいろ借りてきたんだ。前に取材できた時は時間がなくてこの学校には寄らなかったんだよね。だから今回図書館を使わせてもらえるって聞いて、もうテンション上がっちゃって。ちょっと借りてきすぎちゃったかな。いろいろ読んだんだけど、一つ分かったの。100年前の読み人事件ってあまり文献に残ってないんだよね。歴史と呼ぶには近すぎるし、噂と呼ぶには遠すぎるっていうのかな。無責任な想像だけでレポートをまとめてもいいんだけど、それだとプロのライターとしてのプライドが許さないのよね。あ、今ついていけないって思ったでしょ。嘘おっしゃい。私たち二人はよそ者なのよ、異星人なのよ。本音で語り合って心の壁を越えないと到底他のメンバーに太刀打ちなんかできないわ。ああ、俺はユキノッチならたとえエイリアンでも大歓迎だ。死にたいのか、ケンスケ。
奇遇ね。ちょっとお散歩。あれ、結構鋭いじゃない、転校生くん。バレちゃ仕方ないな。ねえ、大島真子さんのカバンを見つけたのって君たちよね。その流れてきたカバンの持ち主、大島真子さんは三果て高校の生徒。数日前から行方不明だったのよね。気になることはたくさんあるんだけど、この街って不思議だと思わない？なんかしっくりこないのよね、いろんなことが。どれもこれも現実味がないっていうのかな。そういうことじゃないんだな。なんかこの街って世界のどこでもない場所にある感じっていうのかな。三果て町という街が浮世離れしていて、そうね、まるで現実の世界じゃないみたい。なんかふわふわした夢の世界みたいな。あー、わかんない、うまく言えないや。どう説明すれば伝わるかな。本当？こんなふわっとした説明で分かってくれた？そっか。じゃあ、まあそういうこと。私、夏休みが終わる前にこの町を出るからさ。それまでに調べたいこと全部終わればいいなって。しかし今日も暑いね。汗が気持ちいいよ。私、もう少しこの辺歩いて帰るから。おはよう。ああ。
こんなところで会うなんて奇遇ですな。それとも運命？何よその投げやりな言い方。ナイスか？じゃないでしょ。もっと運命をちらつかせて。大事よ、人生のエッセンスに運命。海をね、見てたの。それは愚問ね。海は海が見えるのよ。毎度毎度海底から放射能を帯びた怪獣が現れるわけじゃないわ。読み人はね、海から現れるって説もあるみたいよ。この町にはトンビが多いわね。私ね、トンビはこの町を象徴していると思うの。トンビは風を利用して空を舞い、人が神に捧げた供物をさらっていく。トンビの扱いってひどいわよね。同じ高科の鳥とは思えないほど。鷹は縁起物なのよ。初夢に出てきたらみんな喜ぶラッキーバードなんだから。だけどトンビは違うわね。トンビはね、鷹目鷹科の鳥だけれど、鷹と違って狩りをしないの。じゃあどうやって餌にありつくか知ってる？死骸を探して食べるのよ。生きてるものに興味はないの。常にムクロを探してる。なんとなくね。とにかくトンビに罪はないわ。記事にも書いたけど、この町は昔鷹狩りが盛んだったという話が残ってるの。主に江戸時代、鷹場といってね、大名が鷹狩りに使用する山は入山禁止にしたのよ。この町の禁足地はその名残とか。この町の歴史を支えた鷹の文化はもうどこにも残っていないのかしらね。帰ろっか。どうした？誰かいた？あら、俺だ、ケンスケだ。声がでかくて何が悪い。これが興奮せずにいられるかよ。ついに掴んだぞ、極秘情報。あのニカレイの撮影現場情報を。ニカレイでピンとこないとはバチ当たりなやつだ。いいか、一度しか言わないからよく聞けよ。早朝から
ニカレイを見果ての森で見かけたという有力な情報が俺様の信頼分厚い情報筋から入ったのである。どうだ、一緒に見に行かねえか。なんだよ、乗り気じゃねえな。まあ、いや、もし来たら俺を探してくれ。じゃあな。もう、こっちだ、こっち。すっげえ人だな。極秘情報だったはずなのに。ああ、もうちょい、もうちょいで見れそうなのに。だから急に言われても困るんです。そこをなんとか、合宿の発表までに間に合わせたいのよ。気持ちはわかりますが、私の一存ではなんとも。おお、転校生、雪乃っちが上白家にある資料館を見せてくれって結構しつこく粘ってるんだよ。資料館の公開は毎年日程が決まっているんです。上白家の敷地内にあるので、四六時中開放していると大変なんです。どっちにしろ来週のミスケの合宿ではお連れできるので、そこまで待てませんか。それじゃちょっと遅いのよね。困ったな。上白家が町の救世主になったというあれ、当の上白家からの視点が欲しいのよね。以前兄に取材されたと聞いていますわよ。あ、そうなの。雑誌の記事を書くときにね。巫舞さん、よかったな。心よく見果て町について語ってくれたわよ。週刊スプリングさんには上白堂も何度かすっぱ抜かれてますからね。慎重に対応したんじゃないですか。私そこで巫舞さんの大ファンになっちゃって、先日も廊下で会ったときに上白堂の新作お菓子もらっちゃった。えへ。見上げたライター魂だな、あの巫舞さんに取り入るとは。あ、巫舞さんにはすでにお願いしたの。でも自分の管轄じゃないからって丁寧にお断りされました。じゃあさやちゃん、資料館は諦めるから、その代わりって言うと厚かましいけど、今度時間作ってくれないかな。上白家のこと少しインタビューしたいんだけど。そのくらいなら構いませんけど。そうですね、今日の午後なら空いていますが。ありがとう、さやちゃん。それじゃあ場所は。ここは無理。今日の午後は山城先生がいないから部室は閉めてくれって。私の教室ではいかがですか。あそこは閉門時間まで使えますので。いいわね、そうしましょう。君もね。読み人の定義？うん、災いをもたらす、人を殺めるってのは分かってるんだ。それをきちんと定義したいの。100年に一度、読み人は見果て町に現れると言われています。現れる時期は夏が始まる前、梅雨とか、いや春だとか、いろいろな説があって、この辺ははっきりしません。ま、
現れるのが100年に一度じゃ検証のしようもねえからな。なんであなたがいるんですか。面白そうだからだよな、マミー。続けて続けて。ごめんね、野じ馬多くて。まあいいですけど、いいですけど、そこの瓶底メガネ。私でしょうか。あ、メガネ、私だけか。なんで山田さんまでいるんですか。しかもメモまで取ってるし、何やる気満々で参加してるんですか。今日の撮影は夜だけですので、私のことはどうぞお気遣いなく。言ってる意味が全然わからないんですけど。さやちゃん、続けましょう。それで現れた読み人の目的は。それはわからないというのが結論です。一説には生前やり残したことがあるとか、または聖者にメッセージを伝えに来たとも言われていますが、まあどれも我々の願望が入り混じっている気がします。冷静ね。それこそまさに民族学の範疇。読み人はこの世界に存在し続けると、内に秘めた聖気を失っていくと言われています。この聖気を満たすために聖者を殺めるとか、読み人の聖気が枯渇するのがだいたい夏の終わり頃らしいんです。だからそこで悲劇が起こる。聖気を失い狂気に駆られた読み人は危険であると。そういうことです。時間を100年前に戻しましょう。100年前、読み人が現れた時に上白家が活躍したというのは。確か現れた読み人は一つの名家の跡取り息子だった。そしてそれをその名家が隠そうとしていたこと。まあその通りですけど。その名家とは上白家ではないわよね。それは忘れましたわ。何それ。二つの名家って言いますけど、100年前は財閥なども多く残っていて、いくつも名家が存在していた時代ですよ。今となってはどこの跡取りだったかはかなり信憑性を欠く話ですわね。俺聞いたことあるかも。それって噂では。びっくりした。なんだ今の音。誰もいないね。とにかく惨殺事件を起こした弓人を上白家のご先祖様たちが捕らえて町を守ったと、そういう単純な言い伝えですわ。弓人はもうこの町にいるんでしょうか。すみません、独り言でござる。
あれ？おはよう。さっき起きたばかりじゃなかった？私はただの散歩よ。あてもなく。まあそんな感じ。犬も歩けば棒に当たるってね。もうその質問はいいよ。逆に君はどうなの？君こそ毎日何か目的があって生きてるの？でしょ？人ってみんなそんなものよ。明日も明後日もし明後日もあると思ってるから、今日一日なんて無駄にしてもいいと思ってる。それが続く毎日。そしてそれが君。お互いうんざりする話ってあるものですな。あれ？ほら、これどう見ても事件じゃない？放っておけないわね。ねえお嬢ちゃん、こんなところで何してるのかな？何か探してるのかな？よかったらお姉さんたちも手伝うよ。みーちゃんを探してるの。みーちゃん？猫ちゃんかな？うん、猫のみーちゃん。ビンゴ。そっか、みーちゃんいなくなっちゃったの？だったら今から一緒に探しに行こっか。本当？一緒に探してくれるの？もちろん。何か手がかりはないかな？うん、あのね、しかし捨てられたとなると、どこに捨てたのかが問題ね。どうしよう。病院の周りを探してみたんだけど。院長先生とちゃんと話して飼ってもらったら？もう話したもん先生、絶対にダメだって。ねえ、院長先生ってどんな人？普段はすごく優しいよ。最初はみーちゃんのことも自由にさせてもらってたんだけど、ココナが悪い子だから。ココナちゃん、怒られるようなことをしたの？ココナがいけないの。夜中に抜け出してみーちゃんに会いに行ったり、病室に連れて帰ったりしてたら。それはいけないね。先生の言いつけちゃんと守らないとね。それじゃみーちゃん探して一緒に先生に謝りに行こう。うん。さて、なんとなく分かってきたかな。まずココナちゃんの行動範囲内には捨てない。だけど人目にはつく場所、寮が取れて車が来なくて、そして猫が鳴いてても大丈夫な、それを当てるのがワトソン君、君の仕事だよ。なんちゃって、そんなの分かるわけないじゃない。日が暮れる前に思い当たるところに行ってみよう。君の勘に任せるからさ。お兄ちゃん頑張って。どこに行く？見果ての森か。あるかもね。誰にも迷惑がかからずひっそりと捨てられる。かといって誰も通らないわけじゃない。日陰も多いし、猫を捨てるにはいいかもね。花子ちゃんじゃない？びっ
どうしたの？そんなに急いで。この子、森に捨てられてたんです。飼い主さんを見つけてあげないと。この子？ちょっと見せて。ビンゴ！もしかしてこの猫ちゃんの飼い主さん、いえ、ご家族の方ですか？飼い主っていうか、うん、飼い主さんだよね。こんなに一生懸命探したんだもん。うん、また捨てられちゃったらどうしよう。大丈夫だよ、私も一緒に話してあげる。よかったです。あ、じゃあ私はこの辺でドローンさせていただきます。え、花子ちゃんもう行っちゃうの？あ、はい、撮影中に見つけてちょっと気になっていただけですので。撮影？何の？何のって映画の。はっ！撮影！自撮りです！自撮り棒です！花子ちゃん、自撮り画像を上げるのもそこそこにしといた方がいいよ。今写真を悪用する人ほんと多いからね。心得ました。じゃあココナちゃん、私たちも病院に戻ろ。ココナ。この方が院長先生ね。うん。ほら、ちゃんと自分の口から言わないと。院長先生、お願い。私、どうしてもこのみーちゃんを飼いたいの。ダメだと何度も言ってるでしょう。ココナ、あなたは手術を控えている身なのよ。それなのに、病院の規則を破ってばかりで。それは、お母さんが私の言ってることを全然聞いてくれないからだよ。あの、院長先生、ココナちゃんはこの猫のおかげで手術のことを忘れられてるんじゃないでしょうか。辛いことを忘れる時があってもいいと思うんです。確かに病院の規則を守らないのは良くないけど、みんなそうやって生きてるんじゃないでしょうか。そうしないと人生ってうまくいかないことの方が多いから。お母さん、私ちゃんと言うこと守るから。だからみーちゃんを飼わせて。私がこっそり抜け出さなくてもいいところに置いてあげたいし、ご飯もちゃんとしたのをあげたいの。命あるものを育てるには責任が伴うのよ。あなたにそれができる？できるよ。私の命もみーちゃんの命も同じように大事だもん。ココナ、わかったわ。病院のみんなで責任持って育てましょう。本当？本当に本当？やったー！よかったね、みーちゃん！私のセリフ？そうだよ、その通り。人生は辛くて当たり前。でもだからこそ、そんな人生を私たちは楽しむことができる。有名な人の言葉よ。フランスの、確か、ユキーノ・オトナーシ。なんだか歩き続けて疲れちゃった。帰ろっか。いったったった。何こんなところボサッと歩いてんのよ。私は謝らないわよ。 It's a fact, isn't it?謝らないから。確かに言い過ぎたけど、あの子もいつから謝らない子に。もうどこ行ったのかしら。
今の人どこかで見たことある気が、まあいいか、思い出せないってことは重要じゃないってことよ。さあ帰ろ。朝の散歩がこんなに長くなるとは思わなかったわ。起きてる？あれ、起こしちゃったかな？ごめんね、また後でにしようか。今日の夜空いてない？ちょっと映画に付き合ってほしいんだよね。一人で見るのも味気ないでしょ？無理ならまゆみちゃんを誘うからさ。本当？よかった。それじゃあ今夜7時に駅前で。いたいた。ごめん、待った？なんだか雨が降ってきちゃったけど、ま、夏の雨は夕立、すぐ止むでしょ。さ、始まっちゃうから急ごう。なるほどね、そういうことか。どう？面白かった？
ああ、そう？私はちょっと想像してたのと違ったというか、もっとこう怖いのを期待してたんだけどな。最後はちょっとファンタジー入ってたし、私の好みじゃなかったっていうのかな。結局雨止まなかったね。誰よ、夏の雨は夕立だなんて言ったの。ねえ、傘持ってないの？って、君折りたたみ傘持つようなキャラじゃないよね。じゃあ、走って帰ろう。何それ、なんかのフラグ？押すなよ、絶対押すなよみたいな。見て、綺麗。あんなにはっきりと稲光が見えるってないよね。雷落ちたら落ちたでしょ。もういいよ、疲れた。もうこれだけ濡れたら逆に気持ちがいいわ。雨のシャワーを浴びながら帰りましょう。あー、もう下着までびっしょびしょ。誰かいた？軟弱者、このくらいの雨で風とか言ってちゃ豪雨だらけの人生をぶっとく生きていけないよ。ほら、先に着いた方がお風呂の優先権ゲットだからね。おい、俺の名前とくしゃみを混ぜないでもらえるか。ケンスケくしとかないわ。なんだ、夏風邪でも流行ってんのか。今日は天名も休みみたいだからな。アサギ先輩は風邪の心配がなくてよかったですわね。なんとかは風邪をひかないって言いますものね。およ、ヒーローは風邪をひかないってね。おっは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 。ああ、雨の時？じゃあミュちゃんも雨にやられて風邪ひいたのかな。しまったな。今日はミュちゃんにインタビューしようと思ってたの。調べたんだけど、天名家もずいぶん歴史の古い家系みたいなのよね。ねえ、この後カフェに顔出してみない？おいおいおい、なんかそこ楽しそうな話してるじゃないの。二人してこそこそと。ミュちゃんのお見舞いに行こうかって話してただけよ。お、それはいいな。おいマミ、お前もどうだ？あ、パス、今日は無理。なんだよ、冷てえな。花子、お前は来れるよね？私はこの後テレビのインタビューが。しまった。え、インタビュー？あ、ニカレーのインタビューが放送されるので、お家に帰って見たいななんて。マジか。おいおい、そんな情報俺の元に届いてねえぞ。
それ、どこの番組のインタビューだ？午後のグッドタイミングです。花子デカスター！ニカレイの追っかけの身でありながら、危なく録画を取り逃すところだったぜ。感謝するぞ、花子！ということで、雪のっち。悪いが、今日の午後はキャンセルだ。誘ってないから気にしないで。そうなんだよ。昨日土砂降りの中帰ってきてさ、風邪ひかせちゃったんだよね。そうなんですね。ま、買い出しに行かせた俺が悪いんだけど、まさかびしょ濡れで帰ってくるとは思わなかったからさ。いや、着替えて行ったから。あんた何ゴスロリ服がびしょ濡れになってるのを期待してんのよ。したよね。じゃあ今日は話を聞くのは無理ね。話って何の？ああ、あの天名家って江戸時代から続く名家だったって聞いたんですけど。何突然。まあそんな話も聞いたことあるかな。その昔100年前、上白家と手を組んで読み人を退治したってあの話、本当ですか？読み人の話？俺そういうの疎いんだよね。ミュみたいに頭良くないし。わかる範疇でいいんです。私が調べたところだと、昨年家長のおばあさんが亡くなられてますよね。彼女を中心に天名家は。知らないって言ってんだろ。ああほら、俺なんかしがないカフェのマスターだからさ、そういうのは年寄り連中に聞いた方がいいんじゃないか。ごめんなさい。謝ることはないよ。こちらこそ役に立てずに申し訳ない。コーヒーおかわりは？結構です。そう、残念。おいしいのに。私たちこれで失礼しますね。ほら君も。それじゃ。なんだか怖くなったの。彼のヤマトさんの殺気、あれは殺気だった。ううん、なんでもない。帰りましょう。